で今日は歌上手くなりたいということで、まあ、どんどん挑戦していこうという新たな新企画です。で、今パソコンで今見てるんですけど、パソコンで色見てるんですけど、上手くなる方法っていうか、まあ、発声方法みたいな、うん、ようわからんな。まあなんでこの企画、うん、おんちゃんのにやるかというと、やっぱ人生挑戦してなんぼってことで、うん、まあ恥とか俺はもうさらしてなんぼやと思ってるんで、きしょってことで、まあどんどん恥をさらしていくっていう感じと、まああとは単純に歌が上手くなりたいっていう、その素直な気持ちがあれば、まあいけるかなっていうので、あ、どんどん挑戦していきます。まあいろいろねやって、やっぱ後悔はしたくないんですよ。だから歌いたい曲をうまく歌う、これが俺の目標。だから一発聴いても、普通に聴いてもそのまま歌えるような男になりたいんですよ俺は。カラオケとか行っても、まあカラオケ今は最近あんま行ってないんですけど、うん、まあ行ってもあれうまいやみたいな。でもこれ YouTube やってる時点でもう遅いかな。まあでもな新たなコンテンツとしてやっていこうと思います。いや楽しみ。いや夏やからなんかいろいろテンション上がるな。いろいろやっていこうと思うわ俺だけ。ってことで今 YouTube のやつ見て、まあ、いろいろやっていきます。まあ後で歌うからな。それはあの飛ばしあのそれ聞きたい方はもう飛ばして、な、今の俺のレベルがどんぐらいかっていうのをもう赤裸々にやったやつがあるんで飛ばして。これ著作権で消されたあれなんですけど、あのしっかりそのフリーの、配信者の方の音源をお借りしてやってるんで、そこら辺は YouTube さん、あとは視聴者さん、ご安心してください、ご安心してくださいって感じで、まずやっていきます。で今見させてもらってる、配信者 YouTuber というか配信者さん、その名前はボイトレチャンネルで、綺麗な女の方が映ってるんですけど、それをちょっと参考にしてます。まあちょっと見ていきます。まず舌を出した段階でサイレンボイスってするらしいんですよ。これんぶーえなやこれまあやってみてわからんからな。高い方まで行っていいらしいわ、行ける人は。いかんわ、高いやついかん。もう低いまま一定キープや。血糖値あったらいいけどな、これ。あ、で、次は舌を出したまま、なんか声を言うらしい。声出しするらしいわ。これ下がってる？上がったりもせん。あと喉の位置を上げるらしいわ。あ、応用編で舌を噛んで歌うらしいわ。で、注意点があって、鼻に息を通さないようにって言ってやるな。ずっと鼻に息通ってたんやけど、これ。あ、え、あ、え、あ。声が、いい子。遅れて、聞こえるよ。こんな感じ？声が、遅れて、聞こえるよ。全然遅れてねえじゃんこれ。こんなはずでは、ま、な、これ多分毎日やったら変わるね。毎日やることが大事やから、筋トレもそう、毎日やることが大事、休みも必要やけどな。ってことで、まあ毎日続けていきます。じゃあ